さあもう一丁。 えー、サラさん、よろしくお願いします。いつもいつも落選の報告ばかりで申し訳ございません。もうここまで来るともう東京ドームは無理ですね。でもこのや,るや落選のやるせなさを誰かに言いたいえ。気持ちを切り替えてライブビューイングの申し込みを頑張りたいと思います。ライブビューイングも横浜激戦区なので難しそうです。知人に東京ドーム当選者がいるだけに自分の不運を感じざるを得ない、えー、心境です。うん。知人はいるんですね。東京 どう,どうも当選者ととといいううこけるなん、ですねうんいやー、これはちょっと、ねえ、うん、嬉しい反面、ねえ、いいなっていう思いがありますよね。藤原も子さん、大丈夫ですよ。仕事でどれも行けないおばあがいます。でも行きたいわねということで、うん、まあ、それもなかなかですよね、やっぱり。うんもうちょっと最近なんかね、あんまりちょっとチケットに関する情報がね、聞けなくなってきてますね。う クさんよろしくお願いします。確か、羽生選手が世界選手権を連覇していたと思います。あ、羽生くん連覇してたかんだかれ、ね。うん。ちょっともう一回見てみますね。ところで、翔馬んのインスタに未だにフォローできていません。何でやっても後で実行してくださいになってしまいます。どうしでしょうかねということですね。なぜでしょうかえー、っと、これは、なんかエラーになっちゃってるということですね。うん。これ、皆さん知ってる方いますかね ふミこさん、カブくんこんばんは。またギフトの抽選外れました。いや、当たりませんね。今回は本当に朗報が来ない。うん。カブくんが言ってくれたように、チケットもライブビューも両方申し込みました。えー、最後まで諦めません、えー。寒波が来て寒さが厳しいんで、カブくんもお体気をつけてくださいね。あ、ありがとうございます。うん。ちょっと本当残念ですよね。うん。でも、最後まで諦めないということで、うん。応援してます。はい。 マザールリア様、よろしくお願いします。カ、え、マ、ー、様、えー、外出されていろんな光景を動画で見せてくださいまして、ありがとうございます。もうすでにご存知の方もおられると思いますが、2月12日日曜日夜中夜の7時から、シエステル朝チャンネル2にて、えー、12月2日金曜日フラット8時で開催されたプロローグイン 八戸公演の無料を初放送するということですよ。うん、2月26日日曜日、ニフトドーム公演を録画保存したいので、テレ朝チャンネルでライブ放送をしてくれますようにということでございますね。うんはい、初放送するということでございます。これもちょっと楽しみですね。ちょうど鐘が鳴りましたね。うん